お母さんなんですけど、イメージ的には小さな妖精さんみたいなイメージがあって、それね、まあ身長も小さいっていうのもあるんですけど、キャラクター的にまあ可愛らしい、女性として可愛らしい一面もあるし、私が大人になってこう相談することもね増えて、あ、相談はすごい家族に相談するよね結構、うん、すーちゃんの相談の仕方は昔からパターンがあって、私の友達の話なんだけどさっていう入り口があるそういうところから入っていくって聞くパターン覚えてる、うんうん、最近はまあそのパターンなくなったね、普通にそうね、うん、普通にカジュアルに、そうだね、妖精は確かにまあ、すーちゃんの弟のひみがさ、小学校のさ、うん、卒業の時に親に渡す、あの卒業式で渡すさ、感謝の手紙をさ、みんなでさ、そこで開けてみ見た時覚えてる？え、ひみくんが書いてた？そう、私妖精だったんだよね、書いた時なんかファミリーが手つないでる絵だったんだけど、うん、すーちゃんは、まあ、お姉ちゃんみたいな感じで、うん、パパがいて、私はあのちっちゃい妖精みたいな足が地についてなかったんで、うん、それ今思い出した。覚えてる？覚えてないな。まあでも最近はすーちゃんもそのなんかママの感じを絵にしてくれてて ね。だからすごい前よりなんか友達っぽく話せるようになったなって思う。友達とは違うでしょ。まあ違うけど、まあ違うけどね、まあ、親子だけどこう気軽に話せる、まあね、関係ではなってきたなって。そうね、うん、ママも話してるか、うん、なんか女性同士、そうだね、女性っていう話はしてるね、うん、うちら仲いいよね、でもね、うん、でも他の家がどんな親子関係かっていうのを別にそんなよく知らないけど、私たちはそうね、大切に、まあ他のうちがどうか知らないとはいえ普通に、まあ、東京に住んでるし、まあ地域に馴染みたいから、なんか芸能一家だからって孤立したくなかったから、意外と保育園も近所の公立行ったり、うん、自分で選択したよねっていうところをは意識してたかな。だからその他の芸能だからって孤立した感じは嫌だなと思ってたのは意識してたぐらいで、あとはないかな。いや多分自分も中学まで地元の学校行ってたからさ、そうだね、なんかみんなといたいっていううちの気持ちもあったじゃん。そう、孤立するともう芸能の関係の人しか友達がいなくなっちゃう、うん、でもあれだよね、地元の友達今でも仲いい、ね、ママも何人か知ってるし、ね、そうそれはあるね、うん、誕生会思い出した、ね、全員連れてきなみたいな全員連れてくれたり10人ぐらい来たり、いやもっと来てるよ、なんかいっぱい来たね、いや来たい人みんな、うん、誰それちゃんを選ぶ、何人っていうと選ばなきゃいけないじゃん、うん、例えばじゃあ6人までっていうと、うん、ちょっとそれってなんかいじめではないんだけど、あ、限られちゃうんですね、なんか良くないからもう大したことはできないけど、まあ流しそうめんしたりして、うん、明日ね懐かしい、まあみんな来たらいいよって言って、うん、結構来てたね、うん、男の子も女の子もあのビンゴやったの覚えてる？ビンゴやったね、風船をさ夜中あの頑張って膨らまして準備を結構やるのが好きだった、うん、覚えてる、うん、あのみんなでおばあちゃんも手伝ったかな、手伝ってくれてたね、みんなで、うん、起きたら、うん、いっぱいあって、うん、それは楽しませてもらった、でも私もね、うん、でそんな感じだよね、特に他のお家でもやってると思うけど、うん、地域に馴染む、うん、周りに感じはちょっと意識してたかな、うん、どうだろう、まあ、すーちゃんはお腹に
に入ってる時は覚えてない、覚えてない、さすがに覚えてない、ね、スーちゃんお腹の中に最初に発見した時は多分豆何センチぐらいで、うん、ママ武道館のコンサートの2日前ぐらいに妊娠してることが分かって、でもみんなはそういう例がなかったの、その時代で、その、うん、なんかタブーじゃないんだけど、うん、その妊娠してることを言わないでって言われた。あ、それがストレスで、私はハッピーなことなのに隠すっていうか、どういうこと、まあなんか大人の事情がまだ例がないからちょっと伏せておいてほしいみたいな、私はもうファンの人にハッピーって言いたいのに、うん、そのストレスって武道館であのすごい暴言、やりたくなかったんだよみたいな、あのライブをやったことがあるんだけど、うんうん、その時お腹痛い、お腹痛からね聞いたか、で聞いたことある、時が見たい時があれば 見ることができるライブ、ね、DVD あるから、まあその頃はさ、子育てをしながらアーティストするっていう先輩いるんだけど、そのなんていうのかな、そんなにすっごいめっちゃ忙しい人でいなくて、うん、で周りがツアーをそんな大きいお腹でねやるっていう例があんまりないから、私は大丈夫と思ってこう実験台になってみようと思ってやってたんだけど、体力もあるしハッピーだから全然できるのね、ただお腹大きくなってくるとさ、まあ、自分のだからこう曲とかさらけ出して作ることは慣れてるんだけど、うん、その体の変化に対してさらけ出して発言するっていうことはまだ初めてだったんだけど、うん、周りもそれをこう初めてだから、うん、ライブの時にさ、つわりだとさ、あの、まあ、お腹入ってる時の話だから知らないの、まあ、移動もいや、ね、しんどい、移動の中で何回かしなる、ね、で現地着いてで本番中に、でもみんな気使ってくれるから、このゴミ箱何ですかっていうのがステージの上にあるんだけど、うん、あ、これもし見たらこちらにみたいな、あ、でも演出的にこれちょっと嫌なので、うん、大丈夫ですみたいな、だからね二部構成にした、 なんかそういうの自分で実験してたんだけど、すーちゃんの周りでいるっけ、アーティストさんとか妊婦さん女優さんで、いないかな、いないか、今思い当たんないけど、あれだね、ミュージシャンだからちょっとある程度自分でソロだし、うん、レコーディングスタジオ連れてってもトイレ行ってお乳を絞り、うん、冷蔵庫入れといて、うん、タイミングになったら温めてあげるとかできるわけ、うん、全然そうだね、チャラだからできたのかもしれないけど、スーちゃんの時代だと家庭にいるだけじゃなくて才能があったら復帰を望まれるとか、うん、そういう会社も多いから、もし子供できちゃったらさ、ちょっとママ見るねすごい見てくれそうだもんな、実際おばあちゃんも見てくれた ね、うん、うちはシッターさんの中島さんっていう、ね、本当にスーパーシッターさんがいたからね、中島さん最高だよね、本当にスーちゃんのあれじゃない、成長も見守ってくれてる、見てくれたし、ひみくんも ね、私はでも女の子だから、うん、女の子の体の成長とか、まあ、心の成長とか、うん、先に経験してはいる一つの例、ある一つの例でしかないから、うんうん、お母さんとして、うん、そのサンプルは本当に一つの例だし、スーちゃんは独自のまたオリジナルだから、一つのリファレンスとしてはこんな感じが良かったよっていうのはその都度かな、うん、だって性教育って絵本とかでもうち、まあね、あったの知ってる、ね、どこから生まれてくる絵本とか、あ、なんか下ネタとかもさ、あの女の子でもさ普通に結構好きじゃん、うんうん、ちっちゃい時って覚えてる、うん、ふざけて言ったりねふざけてね、うんうん、ある時から自然と言わなくなるし、やっぱ自分でいろいろ意識が あれしてくるから、うん、でも集団の中でなんでダメなのみたいな時はあったかな、こう自分のそのオリジナル性と集団の中で決まりがルールがあるから、うん、私の仕事って意外とファッションで言えば、じゃあ子供から見てなんでスーちゃんの ママはここにお花が、首のとこにお花があるの、うん、とか、そういうお話をさ同級生、幼稚園の時、うん、保育園の時聞かれたりよくしてたけど、ある種こう
自由なファッション、うん、独特でなければ逆にいけないみたいなところもあるんだけど、うん、スーちゃんまだ幼いからそこのところを私たちが知らない中で普通のお母さんと違うっていう、うん、何々ちゃんのママみたいな普通のあのみんなのお母さんみたいな服着てきてって言ってあ、OK って言ってママあのママなりのコンサバティブな雰囲気で行ったら多分やってくれるってことで満足したのか、ああママに似合わないからいつも通りでいいって言われて、多分うちもあった気がする、なんかみんなと同じ あったあった。ファッションっていうか精神的なね、それはみんなが着てるようなああいう服着たいっていうから OK って言って買いに行ったの覚えてる？買いに行って、靴とかも買って、買いに行っただけど靴は全然、うん、あ見ててなんか自分で気に入らなかったみたい、やっぱりやっぱりいいやって言ったの結局ね、うん、でもその行動に移すことがやっぱ自分でやっぱりいいやってならない、まあうん、なったからよかったんじゃない、まあね、私が、うんうん、これだったら素敵と思うデザインがあるとは思うんだけど、うんうん、そうじゃなくないものを自分で選べないっていう状況ではなかったかもね。洋服とかも自分で選んでたかもね。あ、でも自分で気づけてよかったんだと思う。そうかも。でもそれね、あれだよ、キャラクターとかうち禁止じゃなかったの。だからアンパンマンの、あ、そうね、着てたね、タンクトップ、あれはタンクトップとか下着ね、本人が気に入ったアンパンマンの下着の半袖にドレス版のっていうのなんかスカート履いゴムの気に入ってて、あれよく着てた、あれよく着てた、それに牛のプリントの赤いハンチングも あれ写真、ね、うん、なんか着てたけど、うん、キャラクターは禁止しなかったね、うん、別にそれはそれで素敵っていうのを選べばいい、うん、いいから禁止してなかった、うち、うん、ああいうキャラクターの T シャツとか好きだからね、今も好きだよね、隅っこ暮らしとか好きだもんね大人になってもね、可愛いもの初めての人には覚えてるけどね、中学生の時に、ね、それママにもおばあちゃんにもちょうどいて、みんな知ってそう、みんなにキラキラしててって言ってみんなでみんなで泣いてたよね。でも多分中学生入ってみんなの前でそういう顔も見せるようになってから、うん、そういう相談事が増えた気がする。まあ全部は知らないからね、子供の恋愛、うん、別にそこまで近いとで遠いとこで見守っている感じだよね、うん、今の時代だとあとは旦那さんがいろいろやってくれるのを理解してもらうのが大事だから、多分これからなんだろう、息子さん持ってる方にはやっぱり女の人には生理っていうのがあって、生理の時は女辛いんだよって、うん、じゃあママ助けてあげるねとか、うんうん、そういうのちっちゃい時から育てる、うん、育てるっていうか感じさせて隠すことじゃないっていう、うん、あとね、なんか更年期とかになってくると調子が悪いっていうのを旦那さんが理解する必要があると、すごい喧嘩したりっていう理由もちょっと減る、うん、違う性の生き物だから、逆に男の人の大変さもあると思うけど、うん、それは勉強しとくと、あ、なんだ今日は生理だね、そうだねっていうことはある、気軽な感じで理解してくれると、うん、それってさ、ね、女の兄弟がいる男の人と男の兄弟だけの人と付き合うとちょっと違うっていうのあるじゃん、ね、確かに女の兄弟がいる、女の兄弟いる人の方がやっぱ、うん、慣れてるっていうか、慣れてるよね、知ってるからね、だから慣れてないだけだから、もしかしたらそこのところ慣れてないだけのちょっと教えてあげる何かあるといいよね、うん、あの秘密とか結構分かってるよね、僕は結構分かってると思う、うん、女の子の兄弟が家族構成、兄弟構成、末っ子かとかでも全然違うから、うん、 そうだね、そのお友達とか恋人とか新しくねお付き合いする人がいたら、うん、そこを、あ、一人っ子なだけだなっていうことを理解するとか、うんうん、そういうことは大事かも、うん、